魔法の言葉か？ショブズタラショ。はい、どうもマリーシカチャンネルようこそ。ロシア歴9年半の私が気づいたロシア人あるあるをお伝えしたいと思います。これはロシアに来て本当によく耳にする5つのフレーズを発表します。まず1つ目、曖昧な答え方、ダニエット。ダーははい、ニエットはいいえという意味なんですが、私が何か質問をしたくて、はいかいいえの答えを聞きたくて聞いているのに、ロシア人はダニエットって答えます。どっちだよ、はいかいいえで答えろって、そうじゃなかったら質問するわけねえだろうって思います。続いて2つ目、便利な言葉、カクジラ。カクジラはお元気ですかという意味なんですが、これは喧嘩とかした時に、相手とちょっと距離が空いてしまってなかなか連絡しにくいっていう時に、1週間後2週間後急にメールでプリヴェット、カクジラって書いてくるんですよ。よう書けんなって思います。続いて3つ目、悪い言葉なのにみんなの口癖、ブリーン。ブリーンは畜生とかそういった悪い言葉になるんですが、ほんとみんなちょっとしたことでブリン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 よく使っているので、中学生高校生とかがよく使うんでしょうね。高校に入った時に本当に周りのみんなが言うもんだから、これ意味を知るまで悪い言葉だってわからないぐらい、気づかないぐらい本当にみんな使ってました。何かあったらすぐブリーン。続いて4つ目、魔法の言葉か、フショブゼタラショ。フショはすべて、ブーゼットは未来形何々になる、タラショは良い。で、私が何か失敗しちゃったり落ち込んでいたり悩んでいたら、すぐこの言葉で励ますんですよ。フショブゼタラショ、フショブゼタラショ、根拠なさすぎ。では最後5つ目、R を強調しすぎ。例えばスターバックスのことをスターバックス、インターネットのことをインターネット、スーパーマーケットのことをスーパーマーケット、バーガーキングのこともブルゲルキング。巻き舌自慢してくんな。私の偏見がかなりあると思うんですが、この5つのフレーズはよーくロシアで耳にするので、今回動画にまとめてみました。このロシアあるあるが面白いと思った方、これからもロシアネタ、バレエネタを中心に発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ショブズタラショー。